ビデオダイアリー March the 4th 2023 by Hiroshi Hayashi Hamemet City Japan ビデオ日誌2023年3月4日林博です。こんにちは。これからご覧いただく表はですね、レヌルシャトーのですね、フランスの南フランスのレヌルシャトーの頂上というか丘の上にあるですね、マグダラのマリア教会の玄関に飾ってあると言いますか、玄関に安置してある悪魔像なる像です。悪魔像なんですね。でそのこの表を見ながら皆さんにまず説明したいと思うんですけどもね、これがどうして意味を持つ像かというとですね、まずそれについてはですね、この後に今朝作りました動画をですね、この後につなげておきますから、どうかご覧になってください。でその前にですね、一つ説明しておきたいことがあるわけです。で私はですね、今皆さんにご覧いただいているこの悪魔像なるものはですね、ダヴィンチの作品であると、そのように判断しています。ちょっとね、飛躍しすぎて難しいところがあるんですけども、状況証拠から考えてですね、ダヴィンチ以外にはありえないという意味においてですね、つまりはダヴィンチの作品であるというふうに判断しています。今ご覧いただいているのがですね、その悪魔像ということになります。で、左からですね、左上から A、B、C、 そして表下へ行きまして A、D、C というふうにアルファベットをつけておきました。で B を見ていただきたいんですけども、これが悪魔像なる像なんですよね。見るからに悪魔っぽいと言いますか、指もですね、鍵爪で、なんて言いますかね、悪魔的な顔をしているわけです。で、この像で私、今朝ね、その検証して、がっかりした部分もあるんですね。というのはどういうところかというとですね、まずその下の D を見ていただきたいんですけどもね、 D はこれはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた奇妙な動物と言われている、題されている奇妙な動物のスケッチ画ですよね。で見るからにどこか恐竜っぽいんですね。この、スケッチ画の中にはね、30匹か40匹、30匹近くですね、もっとあるかな、それぐらいそのいろんな動物が描かれているんですけども、この1匹だけがですね、特異なんですよね。他の動物は猫のようにも見えるし、イタチのようにも見えるしって感じで、この地球上にいる動物らしい動物なんですよね。しかしこの1匹だけはですね、 D だけはですね、地球上にいる動物らしからぬ動物ってことになるわけです。その D の動物がですね、この悪魔像の上に彫刻されているんですよね。でこれは偶然の位置なのかどうかということなんですけども、まず A を見ていただきたいんですけどもね、A の方で写真を集めてみたんですけども、こうした写真が手に入りました。でこう比較してみるとですね、よく似てるんですよね。で特に右下の C のところ、今隠れてますけども、この今日の動画の中では全てといいますか、その全身といいますかね、その動物が見えるようになってますので、どうかそちらをご覧いただきたいんですけども、どこが問題かというとですね、ほとんど同じなんですよ。要するにほとんど同じなんですね。ところがですね、頭が違うんですよ。で私はですね、これ昨日おとといだったかな、検証した時にはですね、C の右下にある C を見て検証したんですよね。で見たところ大変よく似ているということなんですね。特に後頭部のその顎の上あたりの様子がですね、そのピタリと一致したわけです。これでゾクッときましてね、そのワクワクっとしたわけです。でよくよく調べてみるとですね、その D が、これがダヴィンチの描いたスケッチ画ですよね。で C の方を見ていただくとですね、どうもこれは顔が違うんじゃないかということになったわけですよね、私の判断でね。で顔が違うということになってきますと、私が言った、いわゆるビンゴと言いますかね、には該当しないというか、ビンゴと言えるような、大ピンゴと言えるような位置ではなかったわけですよね。で C を見ていただきたいんですけども、私一応 C をですね、一応鳥型頭としました。鳥のように見えるんですね。実際に鳥のようになっているわけですよね。で鳥だと。ところがダ・ヴィンチの描いたスケッチ画の方、 C の方、 D の方はですね、これはどう見ても鳥に見えないんですよね。ですから皆さんね、 C と D を見比べていただきたいんですけども、 C はどうも鳥みたいだということです。で D は鳥ではないということですよね。でここが違ったんですよね。それで今日先ほどね、ちょっとがっかりしたということを言ったんですよね。でちょっと見ていただきたいんですけど、今度は A の下ですね、下の A を見て B を見て C を見ていただきたいんですよね。
で何をまあ見ていただくかというとですね、つまりですね、この悪魔像はですね、ごく最近、まあ、あの日付は分かりませんけども、現地の、協力者の、ね、中村さんという方の話によればですね、最近暴漢に、まあ、いわゆる暴漢ですよね、に襲われて破壊されたというんですよ。で、まあ、修復されて現在はその後、まあ、どういうふうにこう、まあ、破壊されたかについては、まあ、記録は残ってませんけども分かりませんけどもね、私の方では要するにそのこれは悪魔像だということでですね、誰かがですね、暴漢がですねこの悪魔像を破壊したというんですよ。でそれが、まあ、現在はですね修復されているということなんです。そこで一番古い写真はということになりましてね、1999年に発刊されました、どこに行ったかな、その本が近くにあるはずなんですけども、イエスの墓という本があるんですよね、リチャード・アンドリュースというさんね書いた本ですけども、ありますね、これです。これがですね、あのイエスの墓という、まあ、本なんですよね。かなり分厚い本で読み方になる本ですけどもね、この本のいいですか、表紙を開いて、そして裏表紙、表紙それから、まあ、その表付けの次にですね、まあ、あのスカナ用に切ってありますけども、この写真が出てきたわけです。これはこの本、少なくともこの本が出版された1999年以前の、まあ、本ですから、この写真はそれ以前の写真なんですよね。で他の B と C はですね、今ちょうど見ていただいてますけど、 B と C はですね、これは修復後の写真だと思います。その証拠にですね、ここで、まあ、奇妙なことに気がつくわけですけども、A の下を見てください。そして A の下を見てね、目を見ていただきたいんですよね。で、目がですね、ややこう三角っぽくてですね、そして、まあ、瞳の位置がですね、左右ずれているわけです。これでピーンときたんですね。で、角がある。ということになってきますと、もう私の消去、頭の中での消去法で考えるとですね、マルドック以外にいないんですよね。で、A の目と B の目を今度見比べてみてください。でその時にですね、 A と B を見比べる時にですね、髪の毛も見ていただきたいんです。 A と B、まあ、下の左下の A と中央上の B を見比べていただきたいんですけども、まあ、色は綺麗ですね。500年、まあ、500年とかになるわけですけども、その数字は分かりませんけども、まあ、古いにしては色が綺麗なんですよね。いわゆる、まあはい、色が塗ってあるという感じですね。特に髪の毛を見ていただきたいんですけども、色がですね、いやにこのなってます、綺麗なんですよね、髪の毛で。髪の毛の A の髪の毛と A の下のね髪の毛と B の髪の毛を見比べてみてください。色が同じですね、まあ、色というかその形は同じですけども、色が違いますねって言いたかったんですけどもね。でよく見るとですね、 B の方はどうもその修復後の着色された像だということになるわけです。そしてですね、今度 C の写真が出てきたって、これはね、これはですね、 C はですね、 Google Earth の方でね、ストリートビューでそのセントマ、いわゆるマグダラのマリア教会の中へ入ることができますからね、その中で私が手に入れた写真なんです。でこの3人 A、B、C の3人の悪魔の目を見比べていただきたいと思います。 A の目はですね、何かしらこう義眼のようで、なんて言いますか、聖地に作られてますよね。で B の、目はですね、黒く塗りつぶしてある感じがしますね。少なくとも A と B の目はですね、違うんじゃないでしょうかね。特に向かって右側の左目ですね、右側の左目を見ていただきたいんですけども、 A の目とそれから B の目はその向かって右側の左目がですね、形が違うような気がしますね。となるとこの B の写真はどこから出てきたのか、どのような位置づけになるかですけども、今度は Google Earth の方で、まあ、紹介されている写真を見てください。それが C です。現在皆さんで、ね、Google Earth で、マグダラのマリア教会、ストリートビューで入りますとね、この写真を見ていただけます。これは違うかな、これは あるなんていうか写真会社の写真ですから、B が Google Earth なのかな、ごめんなさいね、これ全くそういう日付はありませんのでね。で C の方を見るとですね、これは明らかに何て言いますか、違いますよね。青い目で透明感があって、で B と C の目を見比べてみてください。で B はですね、おそらく露光が違うのかなと思ってみたんですよ。いわゆる露光ということはカメラの、ね、露出が違っているものだからこのように見えると。というのは C の写真を見るとですね、これ、ね、髪の毛がテカテカと光っているということは、太陽の光線を受けて白くなっているのかなとも見えるわけですけどもね。しかしここまで違わないということになりますとね、
B の写真がどうも修復後ってことになるわけですよね。で C の写真はじゃあどこから出てきたかってことなんですよね。まあ、要するに、まあ、そういう違いがこの、まあ、この3者を比べていただくとですね、 B と C の写真が出てきたと、ここで首をかしげるわけですよね。で A の写真をもう一度見ていただきたいんですけども、 A と B の目は違うようですね。はい、まあ、色が違うということはこれ、まあね、明るくすれば同じような三角の目になるのかなと思うんですけども、少なくとも C の目とは違いますよね。で C の写真の髪の毛を見ていただくと分かりますけども、一番古く見えるわけですよね。古っぽいという言い方でいいのかな、古っぽく見えますよね。でここで私はね、一つのことに気がついたわけです。いいですか。 A の写真はこれは先ほど言いました、このイエスの墓に出てくる写真なんです。この本の表紙を飾って、表紙というか裏表紙の次の次のですからですけどね、1ページめくってその中に、まあ、その紹介されている写真なんです。ところが A の写真は残念なことにですね、赤い丸をつけてあります。左の上に赤い丸をつけてありますね。の写真、ここまでしか写真入って貼らなかったんですよ。ここで上でカットされてるわけですよね。でこの赤い丸を注意してみてください。赤い丸の部分いいですか。これはその動物らしき物体の首の部分になるわけです。で今度はですね、 C の方を見ていただきたいんです。 C 右下ですね。でこれはどうも鳥のようであると、すなわちダヴィンチの、まあ、描いたスケッチ画とは頭が違うんじゃないかってことになるんですけども、 C のところに矢印をつけておきました。赤い矢印を、ここを見るとですね、どうも色が違ってますか、でこぼこ浸ってますか、ボコンとこう首のところで途切れてますね。そしてその上部と下がですね、首の下がですね、色が違うんですよね。つまりですね、どの程度、まあ、防寒によってこの悪魔像が破壊されたか分かりませんけども、現在はまあきれいに、ね、修復されて、まあ、現在はですね、それまではですね、まあ、誰でも見て触れるぐらい近いところにそれが置いてあってですね、そしてそのまあそういう像だったんですけども、その防寒に壊されてからはですね、現在はですね、見たところですよ、そういう写真も残ってますけども、分厚いプラスチックか何かの、ね、アクリルか何かのケースの中に入ってますね。ケースに入って玄関を飾っているわけです。ですから中を見ることはできませんけども、 C の方を見るとですね、まあ、その C はですね、これは修復後ということになるわけですよね。この C はどこから出てきたかというと、 B か C の写真から出てきてるんですけども、色のね、彩色って言いますか、色が鮮やかですから、おそらく B の写真ではないかなと思うわけですけども、この首のところを見ていただきたいんですよね。 C の首のところを見ると、どうもここで継ぎ足したと言いますか、修復した跡が残ってるんですよね。でそのことは左上の A の写真と比べていただくと分かります。 A のところにもその修復の私が判断した部分がですね、表現されてるはずなんですよね。ポコンと出てるところ、それが色が違うところも A の写真にもあるはずなんですけども、 A の丸のところですね、それがないわけです。ですからもう一度皆さんね、比較してみてください。 A のその丸の中には、まあ、そういうその修復らしい痕跡は残っていないんですよね。ところに C の方はですね、この2枚重ねてきましたけども、 C と C ですねを見るとですね、首のところでどうやらこう修復されたような跡が残っていて、なおかつですね、この首の上と首のこの線、赤い矢印の上として上とですね、下がですね、色の風合いが違うんじゃないかと思うんですよね。特に下は分かりやすいと思いますけどもね。ということはですね、その防寒によって破壊された時にですね、この動物がどこまで破壊されたかということは分からないんですけども、かなり激しく破壊されたとしたらですね、この動物の部分も破壊されたということになるわけ。というのはこの悪魔像はですね、首から上が完璧に破壊されているんですよ。ですから首の下のね、付け根のところにね、B と C にはですね、黒い帯のようなものができてますね。これは修復してつなぎ合わせたところじゃないかと思います。ところが左下の1990と書いてあるその悪魔像にはですね、首の下に黒い痕跡がないんですね。いわゆる何て言いますか、何かをこの接着剤のような熱いものを入れてね、直した痕跡はないわけです。つまりですね、 A は修復前ということになります。で B と C は修復後ということになります。で B と C はどっちが新しいか古いか分かりませんけども、色の彩色のね、そのいわゆる鮮やかさから見ると B の方がどうも後に、まあ、C であいわゆる補修して C の目になって、
それから今度は B の像になったというふうに考えるのが自然ですよね。逆に仮に今度 B でこういうふうに色をね、色付けしてきれいにして、それからここ少なくとも4年の間にですね、 C のように色あせるということはありませんのでね。だから順序で言うと ACB となるわけですね。まあ、それから順序よりもですね、ここで注意していただきたいことはですね、この C の下の写真ですね、首のところを見ていただきたいんですけども、修復された跡があるということはですね、ひょっとしたらひょっとしてですね、首から上はまあ、バラバラになっていたもんですから、まあ、なってますか、そういうのをつなぎ合わせて後で補修された首ではないのかなというふうに私は今判断しています。ということはですね、最初に私これが鳥型頭であるというふうに、まあ、今日ね判断したわけですけども、この鳥型頭のいわゆる、まあ、じゃあ昔からですね、今から、まあ、何年と言いませんけども、私がこれがこの作品はですね、ダ・ヴィンチの作品であるとするならばですね、今からちょうど500年前のいわゆる像ではないんじゃないかということですね、 C はね。で、じゃあどういう像であったかというと D のようでなかったかというんです。後の部分はですね、尻尾とそれから尻尾とですね、頭だけを除いて全くあとみんな同じなんですね。それはこれから皆さんにね、その動画をご覧いただきますけども全く同じなんですよ。特に後ろ足の、ね、筋肉の表現の仕方までピタリと、まあ、パーフェクトに一致するわけです。それから頭のね、首の頭の付け根の上からですね、3本の髪の毛のような2本ですかね、垂れているんですけども、この部分も正確に同じなんですよ、ここまでは。ところが頭だけは違うんですよね、頭だけは。で、頭だけはなぜ違うかということで、まあ、今日ね、まあ、再検証のしてみたんですけどもね、がっくり、まあ、がっくりきたわけです。でもそんなにがっくりくる必要もないんですけどね、ここまでだったら、まあ、エラーの範囲ということになってきますからね、まあ、この段階では、まあ、100% とは言えないけども、80% から、まあ、頭と尻尾を除いてですね、まあ、20% 除くとですね、80% は同じということなんですよね。で、80% をどう見るかですけど、70でもいいわけですけどもね、私はこのレンヌル・シャトーにですね、ダ・ヴィンチが来ていたということをですね、他にも例えばそのレンヌル・シャトーから見た景色がですね、ダ・ヴィンチのあの最後の晩餐の中に描かれているとかね、街の雰囲気がそうであるとかね、なおかつ、まあ、レンヌル・シャトーあたりまでですね、まあ、ベタニアのマリアが来ていたということなんですね。しかしこの教会の名前は、マグダラのマリア教会ですけど、マグダラのマリアがここへ来るはずはないわけですよね。まあ、とにかく、まあ、そのことについてはですね、話せばまたなくなりますが、簡単に言えばですね、ベタニアのマリアとシャマーシエスはですね、このレンヌシャトーの今のこの現在の、まあ、マグダラのマリア教会と呼ばれているね、その教会あたりでどうも婚礼式をやったということになってくるわけですよね。まあ、そういうところからいろんなところからですね、攻めていくとですね、どうもシャマーシエスと、どうもというよりも、まあ、私確信してますけどもね、シャマーシエスとペタネの周りはですね、レンヌルシャトーまで来て結婚式を挙げたということになるわけです。まあ、いろんな証拠出てきてるんですよね。あのあたりでね、調べてみましたんですけどね、マグダラのマリア教会ってのあるのかなと思ってね、調べてみましたらね、ザザザと出てきましたね。特にマルセイユあたりにはですね、マグダラのマリア教会ってのはいくつかありますね。つまりあの辺りまではマグダラのマリアがですね、布教に来ていたということになるわけですけども、しかしそこに一つのトリックがあるわけですよね。つまりローマンカトリック西方教会の方ではですね、マグダラのマリアとベタニアのマリアを1996年まで、まだごく最近ですよね、までですね、30年少し前まではですね、同一女性と見ていたみたいですね。で、1996年に初めて、いいですか、初めてマグダラのマリアとベタニアのマリアを分離したということなんです。別人だということを判断して公式に発表して、そしてその礼祭日をですね、変えたわけです。こういう記載があるわけです。ところが一方ですね、プロテスタントの方ですね、それと東方教会の方ではですね、初めから、つまり、ベタニアのマリアとマグダラのマリアは別人であるという説をずっと一貫して唱えているわけです。つまりマグダラのマリアとベタニアのマリアが同一女性であるということを一貫して説いていたのは実はカトリックだったんですよね。ローマンカトリック、すなわちマリア教ということになるわけ、なぜそんなことを、ローマンカトリックの方はですね、こういうふうに説明してますね。中世まではね、いわゆるベタニアのマリアと、マグダラのマリアは同一視されていたけれども、現在はマグダラのマリアと、ベタニアのマリアは別人である、何かしらね、他人事のようにね、そういうふうに
まあ、その説明してますけども、まあ、狡猾ですね。要するに自分たちが信者に対してそう教えていたにもかかわらずですね、そういうなんて言いますか、ずるい言い方をしているということです。で同時にですね、となるとですね、南フランスに散在するいわゆるマグダラのマリア教会というのはですね、まあ、本当にマグダラのマリア教会かどうかということになりますと、がぜんと怪しくなるということですね。もっと言えばですね、南フランスあたりに散在しているマグダラのマリア教会になるものはですね、そのあたりで布教活動をしていたベタニアのマリア教会ということになるわけです。なぜならばベタニアのマリアとですね、シャマーシエスはレンヌルシャトーで式を挙げてますからね。その後でいわゆるレンヌルシャトーの近くのですね、ビュガラシさんの麓でいわゆる、まあ、殺害されるわけですけども、その様子を表したのがミケランジョブラノティの描いた、埋葬という絵とですね、ニコラプスさんの描いたアルカディアの牧人という、まあ、誠にもって謎めいた絵ですけども、あのアルカディアの牧人の絵の背景にはですね、ビュガラシさんが正確に描かれています。そしてそのベタアグルカイダの牧人たちのですね、もう中央にはですね、イエスが収められた大きな、ね、石棺が表現されています。そしてその石棺と全く同じものがですね、ずっとまたさらに100年戻ってですね、あのミケランジェロの埋葬の絵の中にも描かれているということです。人の様子もきちんと正確に同じに描かれていますから、皆さんまたご覧になってくださいということでですね、その、レンヌルシャトーのから 11.5 キロのあるあのビュガラシさんの麓でどうやらシャマーシエスは殺されたということになるわけです。その、まあ、そういうことになるわけですね。となりますと残された、まあ、一人の人物、それがベタニアのマリアだということです。ですからその、亡き夫と言いますか、夫が殺された後ですね、あの辺りで、つまり南フランス、マルセイユ辺りまで、まあ、強戦を張ったわけですけども、その辺りまで行って、今日はいわゆる布教活動をしたということになるわけです。でそこに、まあ、その教会が立っていたんですけども、まあ、カトリック系ということになりましてね、まあ、かなり激しい弾圧をしてますからね、1500年代の終わりにはですね、数十万人のいわゆる、まあ、いわゆる南フランスでね、殺戮事件を繰り返していたのがローマンカトリックということになるわけですけどもね、そうした記録もきちんと残ってますからね、また皆さん調べてみてください。大虐殺事件が相次ぐわけです。そういう流れの中でですね、ローマンカトリックが南フランスを支配したと同時にですね、ベタニアのマリアが、まあ、立ち上げたその教会、まあ、マリア教会ということになるわけですけども、それをですね、ベタニアマリアの教会をですね、マグダラのマリア教会に、まあ、置き換えたということになるわけです。そういうことは十分考えられますね。と同時にレンヌルシャトーの丘の上に立っていたいわゆるベタニアのマリア教会をですね、当然その、まあ、当然ということですね、マグダラのマリア教会に変えたということです。なわちですね、ローマンカトリックにとってはですね、シャマーシエス、イエスがですね、結婚していて、そしてその妻の名前がベタニアのマリアということはですね、まずことにもってまずいわけですよね。それまでの今までの教義が全部総崩れになりますからね。ですから何としてもベタニアのマリアの名前を消したくて、そういうところからですね、マグダラのマリアという名前をつけて、まあ、そういう現在に残したんじゃないかということはもう十分考えられますね。ということでその、まあ、いわゆるレンヌルシャトーの丘の上にあるですね、つまりマグダラのマリア教会というのはですね、何のことない、つまりはベタニアのマリア教会ということになっていくわけです。となるとですね、まあ、ベタニアのマリア教会となるとですね、そのシャマーシイエスですよね、の、まあ、その妻の教会ということになるわけです。そうなるとですね、話が合うわけですけどもね、まあ、要するにレンヌルシャトーでね、シャマーシイエスとベタニアのマリアが結婚式を挙げたと、そこへね、マグダラのマリアがね、いくらなんでもね、ずっとついてきたということ自体がですね、まあ、これはちょっとありえない話なんですよね。いくらイエス様をですね、慕ったとしてもですよ、まあ、そんなことは普通しませんよね。まあ、どうなんでしょうか、皆さんの常識で考えてみてください。まあね、ベタニアのマリアがいるわけですからね、はい、そのベタニアのマリアを去っておいてってもさ、横についてですね、マグダラのマリアがずっとついてきたということはですね、まあね、どうなんでしょうか、ちょっとね、どこかでね、ちょっとこう、はいっていうことで感じますけどもね、まあ、それは私の言うことじゃありませんので、ね、皆さん判断していただければ結構ですけども、そこでその先ほどの絵にもう一度戻ります。この ABCD を求めるとですね、どうもね、この C の、その修復後のこの鳥型頭はですね、もともとは
D のようでなかったかというのは今の私の結論なんですよ。ですから、まあ、これは私これ以上の証拠はありませんので、もうさらに、ね、古い写真でもっと鮮明な写真が手に入ればですね、例えば A のような写真がどこかにあるはずですからね。この A の写真は1999年以前の写真ということになりますから、この写真の上が見たいんですよ。 A の、ね、赤い丸がありますね。その部分をどうしても見たいんですよね。どこかにあるはずですから、今行ってもダメですよ。今行っても B か C の像になってますからね。ですからその写真をですね、この、リチャード・アンドリューズという方ですか、そのリチャード・アンドリューズという方がですね、書いた本のイエスの墓、リチャード・アンドリューズですね、リチャード・アンドリューズという方の書いた本の中に出る写真はですね、残念ながら上の部分が欠けているんですね。まあ、ちょうどそのギリギリまで出してますけども、A の赤い丸の部分で切れているわけです。まあ、もう一度見てください。で、ここがですね、もし D の写真と一致したらですね、これはもう大貧乏なんですよ。すなわち、この悪魔像なるものはですね、レオナルド・ダ・ヴィンチ、すなわち、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチを生み得たカイン・キリストの作品ということになるわけです。それがですね、ずっと500年間ね、無造作にですね、誰でも手に触れられるようなところで、誰でもね、息を吹きかけるような距離にね、この像が置いてあったということはですね、誠にもって驚くべきことということになるわけですね。同時にまたこんなことも考えます。例えばモナリザの絵はですね、あの絵1枚がですね、何十億円、何百億円という値段がつく、まあ、値段がつかないんですけどもね、それぐらいの価値があると。なおかつね、厳重にガードしてね、その、いわゆる温室系のね、調整されたね、その箱の中って言いますかね、額縁の中に収められて、そしてそれをですね、見に来た方たちはゾロゾロゾロとね、入場料払って見に来るわけですよね。はい、そういうことですよね。で、一方ね、一方ダヴィンチのこれが作品だとするとですね、どういうことなのかということになってくるわけですよね。つまりその物の価値観というのはですね、結局人間世界の中で作り上げられるものだなということをこの像を見ながらですね、ついでに考えました。つまり私たちはですね、マスコミ的な、あるいは評判的な、あるいは人気的なね、そういうその、もともと俗物的な、俗欲主義的なね、そういうその、なんて言いますか、価値判断の中でですね、何かしらこう、作り上げられた価値を、まあ、見てですね、それをまあ、亡霊ということになるわけですけども、その亡霊に踊らされてですね、つまりはそのような形で、まあ、価値、物の価値をですね、判断しているんじゃないかと思いますね。まあ、分かっていただけますかね。要するにモナリザという絵をですね、一方でどん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 祭り上げて、まあ、何十億円何百億円というような、まあ、値段がつくような、まあ、つかないつきませんけどね、もう価値にしてあげ仕上げて、もう息を吹かける方も当然できないというような状況で、誰でも、まあ 見ることはできるんですけどもね。一方このなんて言いますか、この悪魔像はですね、もしですよ、私の説が間違っていなければですね、つまりはその誰でも見られるところ、ひょっとしたら誰でも触れるような位置でね、置いて置かれてですね、まあ、おそらく入場してきた人が何これ悪魔って触ってたと思いますよ、この雰囲気だとね。でそういう位置に同じ作家が作った、一方は絵画、一方は彫刻を見てですね、まあ、しかし無造作に扱ってきたというようなところにですね、何かしら人間の世界のね、いわゆるその薄汚さがですね、凝縮されているようにちょっと感じました。後の部分は余計なことですということでですね、この後に今朝ね作りました動画の前半部、まあ、全部上げてもいいんですけども、まあじゃ あの一応ね全部このつなげておきますから、どうかご覧になってくださいという視点でね、もう一度この表を見ていただきたいんですけども、まあ、とにかく残念ですね。A の上の丸の部分が切れてるんですよ。これにはですね、修復された痕跡はない。ところが C を見ていただくとありますように、どうも修復された痕跡が残ってるんですね。首のところがちょっと太さが違うとかね。これから紹介する動画の中でもそれが出てきますから、他の写真も紹介してますから見てください。もっとはっきりとね、色の風合い、その中では色のね、温度上げたり、色って言いますか、明度上げたり下げたりしてますから、さらにもっとね、この首のところでね、ちぎれて後でくっつけたなという感じがわかるような写真も出てきますから、どうかそんなところにも注意してですね、これから皆さんに紹介する写真、動画をですね、ご覧になってください。まあ、興味津々と言いますかね。はい。まあ、これは、これ以上のことはですね、私の今の立場ではですね、検証できませんのでね、まあ、ここで一応、ペンディングということにしておきます。では、今日のビデオであり、ここで終わります。バイ。At the entrance of
Saint Mary Magdalene Church in Rennes-le-Château, France, there is a strange statue. Generally, it is explained to be a statue of demon or devil, but this is not a demon statue. Not only is it not a demon statue, but I, Hiroshi Hayashi, have judged that this statue is sculpted by Leonardo da Vinci himself. Please don't be surprised now. I, Hiroshi Hayashi, have judged that this statue is sculpted by Leonardo da Vinci with some reasons by himself, and I'll explain why I have judged so. One of the proofs is in the eyes of the statue. Please watch the left eye of the statue carefully. The pupil of this eye looks to be broken, or this demon must be half blind. Next, please watch a man here shown, a man who is known as the name of Leonardo da Vinci. Yes, you may say that this is a self-portrait of Leonardo da Vinci. The man in this portrait also has strange eyes. Please note that his eyes have strange membranes called nictitating membranes or so-called third iris, and that his left eye seems also to be broken or not at least to be a normal eye. This suggests that Leonardo da Vinci, depicted in this painting, was half blind. The statue in St. Mary Magdalene Church was recently destroyed and is now being restored. The photo of the demon shown here is from the first page of The Tomb of Jesus by Richard Andrews, published in March 1999. Today, the statue has been restored since then and altered to have blue eyes, as you can see here. Be that as it may, please note that the left eye in the statue is also not a normal eye. The eye looks to be broken. I mean, there is a very strange resemblance between the eye in Leonardo da Vinci's portrait and the devil's eye in the St. Mary Magdalene Church. Why? How should we think about this fact? Today, I will try to solve this mystery. フランスのレンヌ・ル・シャトーにあるマグダラのマリア教会の玄関には奇妙な像が立っています。一般には悪魔像と言われていますが、これは悪魔像ではありません。悪魔像でないばかりか、この像はなんとレオナルド・ダ・ヴィンチ自身が彫刻したものと私、林浩司は判断しています。こんなことを言うと驚かれる人もいるかもしれませんが、その理由はこれから話します。で、その証拠の一つがその像の目にあります。その像の左目に注意してください。瞳が崩れているように見えます。次に私たちがよく知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画と言われている人物の目を見てください。この目には瞬膜と呼ばれる奇妙な人間にはない膜が表現され、またその左目が普通の目ではないことに注意してください。
このことから、つまりこの絵に表現されているレオナルド・ダ・ヴィンチもまた反盲目であったと私は判断しています。でもう一度レンヌル・シャトーにあるマグダラのマリア教会の玄関を飾っている悪魔像なるものに話を戻します。で、この像はですね、修復前の像ということになります。で、イエスの墓という本がありますが、その本の第1ページ目に、1ページ目にこの写真は飾ってありますが、それ以後修復されて現在は下のようになっています。目に注意してください。このイエスの墓は1999年3月に出版されています。で、目を比較してみていただきたいんですけども、現在は下のような青い目に修復されています。ともかくもこの像、上の像ですね、の目は普通ではない、つまり瞳が崩れているように見える点に注意してください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画の中に描かれている目と、マグダラのマリア教会に飾ってある悪魔の目には、大変大きな奇妙な類似点があるということになります。なぜでしょうか？またこの事実をどのように考えたらよいのでしょうか？今日はこの謎解きに挑戦してみます。で、ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていました。それを皆さん自身の目で確認してください。そして、このレンヌル・シャトーにあるマグダラのマリア教会の玄関に飾ってある悪魔像の上にはですね、奇妙な動物が彫刻されています。今、赤白で囲った部分に注意してください。ここに奇妙な動物が表現されています。見るからに地球上にはいない動物かと思われます。で、この動物は何かということなんですけれども、やはりあのレオナルド・ダ・ヴィンチがですね、この動物に大変よく似た動物を描いています。右の絵はですね、ダ・ヴィンチが描いたと言われている奇妙な動物と題されたスケッチ画です。この中に一匹だけと言いますか、他の動物は皆、地球上にいるような動物なんですけども、ここにこんな動物が描かれています。で、この動物と比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。少なくともこの地球上にはいない動物ということになります。左がですね、レンヌル・シャトーのマグダラのマリア教会の玄関に飾ってある、
悪魔の彫刻の上に彫刻されている動物ということになります。比較してみてください。頭がですね、上の方はですね、鳥頭、下の方は、まあ、あえて言うならばドラゴン頭ということになりますが、左右、まあ、上下を比較してみてください。酷似しているのがわかります。これもやはり偶然の一致ということになるのでしょうか。特にこの後足の筋肉のつき方などはですね、全くその表現の仕方が全く同じだということです。もちろん背中の、まあ、ヒレですよね、も同じだということですね。というような点に注意してください。で、もう一度比較してみます。上がダヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。下がマレヌル斜塔にあるマグダラのマリア教会にある彫刻ということになります。で、まあ、左右にですね、別の写真と言いますか、同じ彫刻を、まあ、別の写真で、とかですか、表現、まあ、撮った写真ということになります。で、比較してみるとですね、頭がやはり鳥頭的な感じですね。やや頭が違うかなということですけども、つまり表現されているコンセプトはですね、私、林修司は同じと判断しました。で、こうして比較してみるとですね、ポーズ、それからこの今丸付けたところなどもですね、酷似しているということですね。お腹の縦線も酷似しているということです。つまり同じ作者がですね、まあ、彫刻家が、あるいは作者が制作した彫刻であり、絵画ということになるのではないでしょうか。この足のところに注意していただきたいと思いますけれども、まあ、筋肉のつき方などもですね、まあ、酷似しているということですね。で、やや尻尾が違うという点が気になりますが、ここまで似ているということはですね、もはや偶然の一致の枠を超えているのではないでしょうか。が、さらに巨大な謎が続きます。In the background of the Last Supper, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci, depicts the panoramic view of countryside of Rennes-le-Château in southern France. I am convinced, with many reasons, that the panoramic view is a scenery from the Church of St. Mary Magdalene in Rennes-le-Château.Chateau. In other words, the author who painted The Last Supper either knew the scenery from Rennes-le-Château or had been to Rennes-le-Château. I repeat, it means that the author who painted The Last Supper knew the scenery from Rennes-le-Château or had been to Rennes-le-Château.So, when I checked it again, I, Hiroshi Hayashi, have found another physical evidence that the author who painted The Last Supper most possibly might have been to or might have visited the Church of St. Mary Magdalene in Rennes-le-Château. Yes, I am sure now that undoubtedlythe author had come to Rennes-le-Château. Physical evidence of it remained in the Church of Mary Magdalene. レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている最後の晩餐と題された絵画の背景には、フランス南部のレンヌル・シャトーの田園風景が描かれていました。その風景は、レンヌル・シャトーにあるマグダラのマリア教会からの風景ということになります。つまり、最後の晩餐を描いたその作者は、レンヌル・シャトーからの風景を知っていたか、あるいはレンヌル・シャトーへ
言ったことがあるということになります。繰り返します。つまり最後の晩餐を書いたその作者はレンヌル斜塔からの風景を知っていたか、あるいはレンヌル斜塔へ行ったことがあるということになります。で、改めて調べてみたところ、最後の晩餐を書いた作者がレンヌル斜塔へ来たことがあるという物的証拠がそのマグダラのマリア教会に残っていました。間違いなくその作者はレンヌル斜塔まで来ていたのです。その物的証拠がそのマグダラのマリア教会に残っていたのです。広瀬林、浜松市ジャパン、March the 2nd, 2023。In the center is Rennes Chateau, where Shamash, Jesus and Mary Bethany had their wedding. However, Jesus was murdered by three people, Inanna Maria, John the Baptist and Judas the traitor. The lower right is Mount Bugarash, where the sarcophagus of Jesus was buried, and the upper left is the town of Rimu.In Rimu, there is St. Martin's Basilica. Today's story starts at this St. Martin's Basilica. Incidentally, the white line, or vertical white line on this map, connects Garabandalu, Amboto, and Rududu from the west, which are all well known as places where...Inanna Maria showed her miracles. If you go east, 19.00 degrees east, you are straight in Vatican. Anyway, St. Martin's Cathedral Basilica is well known for its beautiful stained glass, but a resident of this town, Miss Nakamura, let me know this very interesting story thatIn one of stained glass, there's Jesus sitting hand in hand with Mary. Then I looked it up. This stained glass I'm showing you here now is the one. Both of their hands are just on the window frame, and although it is not certain, it looks like these two areholding each hand. The one on the right is Jesus, so a question is, who is the lady sitting to his left? I have determined that she is Jesus' wife, Mary of Bethany, and this stained glass is just one of the proofs that Jesus married Mary of Bethany at Rennes Chateau, orThe author of the stained glass knew this fact. From this church, Rennes Chateau is only 14 kilometers away. この地図の中央部にあるのがシャマシェスとベタネのマリアが結婚式を持ったレンヌルシャトーです。が、イエスはイナナマリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダの3人によって殺害されます。右下がイエスの石棺が埋められたと私が判断しているビュガラッシュ山です。そして左上がリームーの町です。そのリームーの町に聖マーチン聖堂があります。今日の謎解きはその聖マーチン聖堂
マーチン聖堂で始まります。なお、この地図の上で左右を横切る水平の白い線は東、左へ行けばガラパンダル、アンボト、ルルドとつながっています。東へ行けば、つまり右へ行けば、まっすぐバチカンへと向かいます。で、それはともかくも、その聖マーチン聖堂は美しいステンドグラスでよく知られていますが、この町に住んでいる中村さんという方からこんな話を聞きました。そのステンドグラスの中にイエスがマリアと手をつないで座っているステンドグラスがあるとです。で、調べてみました。このステンドグラスがそのステンドグラスということになります。ちょうど手のところが窓枠になっていて確かではありませんが、この二人は手をつないでいるようにも見えます。右にいるのがイエスということになりますが、ではその左に座っているのは誰かということになります。私、林浩司はイエスの妻のベタニアのマリアであると判断しましたが、このステンドグラスこそがイエスがレンヌル・シャトーで結婚式を挙げたという証拠の一つということになるのではないでしょうか。あるいは、このステンドグラスの作者は、そうした事実を知っていたということになるのではないでしょうか。この教会からレンヌル・シャトーまでは、たったの14キロしか離れていません。広志林、浜松市、ジャパン、February the 25th, 2023。で、そのステンドグラスということになりますが、この中央、上部にそれがあります。で、右がイエス、で、左がマリアということになりますが、このマリアはですね、要するにベタニアのマリアなのかですね、あるいはマグダラのマリアかということになります。顔が若いですから、母親のマザーメアリーということは、ありえないと思います。そこでですね、窓枠の部分にですね、反対の手の方をですね、コピーして貼り付けてみました。で、位置を合わせてみたのですけども、やや手が触れ合う程度かなという感じでよくわかりません。が、しかし、まあ、この双方の人たちがですね、互いにそちらの手の方を見ているということを考え合わせるならばですね、二人が手をつないでいると考えてもおかしくないということになります。となるとですね、この二人はそういう関係の二人だということになります。つまり、私、林浩司はですね、右がシャマーシュイエス、左がベタニアのマリアと判断しました。ということになるわけですね。ということは、このステンドグラスを作った作者はですね、そうしたことを知っていたのではないかということにもなります。で、話を先に進める前にですね、皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。つまりですね、一般にはベタニアのマリアとマグダラのマリアは同一女性であると誤解されているようですけれども、現代はですね、ベタニアのマリアとマグダラのマリアはですね、別人であると確認されています。繰り返します。現代はベタニアのマリアとマグダラのマリアは別人であると確認されています。Wikipedia English の方にはですね、次ようにあります。
Mary of Bethany ですね。Mary of Bethany is a biblical figure mentioned only by name in the Gospel of John in the Christian New Testament. Together with her siblings, Lazarus and Martha, she described by John as living in the village of Bethany, a small village in Judea to the south of the Mount of Olives near Jerusalem. と、まあ、ベタニアのマリアっていうのは、ヨハネの福音書の方ではですね、実在していた女性として表現されていると。で、兄が、ラザルスですね、あの死の、死から蘇った、復活したラザルス、そして姉がマルタだと。マルタというのはですね、イエスの世話係として評価されていますよね。で、その次なんですけども、Medieval Western Christianity identify Mary of Bethany with Mary Magdalene と。要するに、ベタニアのマリアと、それからマグダレラのマリアを同一していた、まあ、中世の、まあ、教会ですよね。まあ、西方教会になるわけですね。いわゆるローマンカトリックになるわけですけども、まあ、それがですね、大変罪深い女性として、まあ、マグダレラのマリアはですね、大変罪深い女性として表現されて、まあ、罪深いというのはどういう意味かということは皆さん、大体想像してください。それが、ルーク、ロカデンのですね、chapter 7:36-50 に書いてあると。Very common for that time period. This influenced the Roman rite liturgy of the feast of Mary Magdalene with the Gospel reading about the sinful woman and collect referring to Mary Bethany と。で、まあ、同一されていて、まあ、あの礼拝にも影響を与えていたけれどもね、since 1969、まず最近ですね、1969年以来ですね、Revision of the Liturgy、あの、礼拝の、が改編されてですね、Mary Bethany's feast day continued to be on July the 22nd, but Mary Bethany is celebrated together with her brother Lazarus on 29th July と。それまではですね、あの、別々に、あの、いわゆる、まあ、礼拝してたわけですね。7月22日に、2日にですね、マグダラのマリアを礼拝してですね、そしてベタニアのマリアは、ごめんなさい、逆ですね、いわゆる別々の、ごめんなさい、一緒に、ごめんなさい、ね、一緒にやってたんだけれども、それ以後はですね、ベタニアのマリアはですね、兄のラザルスと一緒にですね、7月29日に礼拝するようになったと。そういうことなんですね。ですから、と、まあ、以前、それまではですね、1969年ですから、ごく最近まではですね、ベタニアのマリアとマグダラのマリアはですね、同時に7月22日に礼拝されていたんだけれども、1969年からはですね、7月29日に逆にですね、いわゆるまあ、ベタニアのマリアをですね、兄のラザルスと一緒に礼拝するようになったということなんですね。で、in Eastern Christianity and some Protestant traditions, ここが重要ですね。Eastern Christianity and some Protestant traditions, Mary Bethany and Mary Magdalene are considered separate people と。ところに一方ですね、東方教会の方ですよね。まあ、あの、ローマンカトリックの西方教会になるわけですけども、東方教会の方ではですね、マグダラのマリアとベタニアのマリアは、もともと別々の人、まあ、人として考えられていたと。つまり、西方教会だけなんですよね。ベタニアのマリアとマグダラのマリアを同一していたのはですね。そういうことなんですよね。The Eastern Orthodox Church has its own traditions regarding Mary of Bethany's life beyond the Gospel account. まあ、そういうことですね。となるとですね、ここでまあ考えられることはこういうことなんですよね。一般にはですね、私たちが知っているキリスト教の常識的な理解によればですね、こういう説明の仕方でまあ説明されていたわけですよね。中世までは、ベタニアのマリアとマグダラのマリアは同一視されていたけれども、最近は別々の人間であると判断されるようになったというような説明を受けているわけですよね。おかしいわけですね。つまりそのように、まあ、同一視して、しながらですね、そういう同一視したことをですね、教えていたのは、つまりは西方教会、ローマンカトリックだけってことになるわけですね。つまりそれをですね、自分の責任を棚に上げてですね、つまり、そのように誤解されていたんだけれども、まあ、最近は、その別々の、まあ、女性として判断されるようになったということですけども、つまり、同一人物として、まあ、その、教え込んできたのは、ローマンカトリックであったってことになるわけですよね。まあ、話はまあ、そこで止めておきますけれども、要するにですね、まあ、ベタニアのマリアとマグダラのマリアは、
まあ、いわゆる西方教会の方では同一女性だと考えられていたと。しかし、最近は別々だということになるわけです。ですから、ローマンカトリックが言うところのですね、例えば、レノルシャトーにあるですね、あの、マグダラのマリア教会というのもその中の一つということになるわけですけども、マグダラのマリア教会というふうにね、まあ、分けて考えて、分けていますが、名前を付けてありますけれども、実はそうではなくてですね、私が前から言ってますように、レヌルシャトの中にあるあのマグダラのマリア教会もですね、実はもともとはと言いますか、中身はですね、ベタニアのマリアの教会ということに考えても良いわけですね。というふうに私は解釈しています。まあ、ここが重要ですから、まあ、確認しておいてください。つまり、ベタニアのマリアとマグダラのマリアは別々の人たち、女性であったということです。というふうに考えて、まあ話をね、これから先へと進めていきたいと思います。The more I investigate, the more new mysteries emerge. That's a mystery aboutレヌル・シャトゥ The mystery about the Church of Mary of Magdalene in that レヌル・シャトゥ About the Church of Mary of Magdalene, I have received various information and comments from Ms. Nakamura, who lives nearby. I would like you to introduce her comment in this video,But the comment is just so much amazing. Ms. Nakamura-san writes as follows. Currently in the Limu Church near Ms. Nakamura-san's residence, there is a stained glass window that seems to represent Jesus and Mary sitting side by side.There is also a theory that it is a depiction of the wedding ceremony of Jesus and Mary. Moreover, it is said that the two are actually holding hands, although the hands are hidden behind a window frame. Great information! It is a depiction of the wedding ceremony of Jesus and Mary.Moreover, it is said that the two are actually holding hands, although the hands are hidden behind a window frame. 調べれば調べるほど新しい謎が次々と生まれてきます。それがレンヌル・シャトーに関する謎です。そしてそれがマグダラのマリア教会に関する謎です。そのマグダラの教会について、そのお近くに住んでおられる中村さんという方から、いろいろな情報とコメントが届いています。今日も届きました。それをそのままここに紹介させていただきますが、その内容はまさに驚くべきものでした。現在、中村さんがお住まいの近くに、リム教会という名前の教会があるのですが、その教会にはですね、イエスとマリアと思われるステンドグラスが同列に座っているものがあるというのです。つまりイエスとマリアが並んで座っているというのです。そしてそれについて、イエスとマリアの結婚式、イエスとマリアの結婚式の様子を表現したものだという説もあるというのです。しかも窓枠で隠されていますが、実は二人は手をつないでいるとも言われているそうです。素晴らしい情報です。驚くべき情報です。イエスとマリアの結婚式の様子を表現したと思われるステンドグラスがリムという名前のリム教会にあるというのです。そしてその二人は窓枠で隠れていて、それがよく見えなくなっているけれども、その二人は手をつないでいるとも言われて
いるというのです。驚きました。中村さん、どうもありがとうございました。広志林、浜松市、ジャパン、February the 24th, 2023。ついでですが、そのレヌル斜塔にあるマグダラのマリア教会でですね、これから紹介するような羊皮紙、つまり羊の皮に書かれた手紙、文書が見つかっています。それをそのままここに紹介させていただきます。現在公開されているのは何枚かあるそうですけども、中村さんの方からですね、連絡いただきましたのは、この2枚ということになります。それについての内容はですね、イエスの墓と題された本の中に書かれている内容をそのまま朗読させていただきます。文書1。文書1は、ラテン語版の新約聖書から取られたもので、イエスと弟子たちが安息日に麦畑の中を歩いている箇所である。弟子たちが麦の穂を摘んで食べ、その行為が安息日の戒めに背くのではないかという議論が交わされる。安息日は聖なる日で、どんな労働もしてはいけないことになっていた。パリサイ派の人々たちは、弟子たちの行為は戒めを破っているという。しかし、イエスはダビデの故事を引いて、それを否定する。ダビデとその友の者たちが飢えたとき、神の家に入り、祭司たちだけに許される備えのパンを食べたではないかと。文書1には、すぐに目につく特異な点がいくつかある。最初と最後の奇妙な記号は別にしても、行の長さがまちまちだし、一語は分断されて二行にまたがっている箇所も見られる。また、最後の行の、ソリス・サセルド・ティ・ビス・ブスは、前の文字からひどく離れていて、独立しているように見える。この部分を単独で解釈すれば、司祭職のものだけ、あるいは、品位を授けられたものだけと取れる。もう一つ気がつくのは、終わりの四行の末尾の文字が縦に並んで一つの言葉を作っているということだ。すなわち、シモンと。文書に。文書にもまた、新約聖書から取られている。ベタニアでイエスが死人の中から蘇らせたラザロと夕食を共にする話で、マグダラのマリアがイエスの足に香油を塗り、
自分の髪でそれを吹いたという箇所だ。最初の言葉、イエスの後の文章は、そのままでは判読できない。なぜなら、文章中に非常にたくさんの文字が挿入されているからで、そういうことがなされた理由は、後に明らかになる。その点を考慮に入れれば、つっかえながらでも、なんとか読みほどくことはできる。最後の方にある複雑な記号を逆さに読むと、ここで再び、シモンという言葉が現れる。この文章では、注目に値しないものが最も重要で、それは一番上と一番下にあるアステリスクのようなマークだ。このマークの意味については、後で述べよう。と。この文章2で重要な箇所を皆さんに説明したいと思います。中世まではですね、これは公式記録にもそう記録されているわけですけども、中世までは、マグダラのマリアとベタニアのマリアが同一視されていたそうです。現在はマグダラのマリアとベタニアのマリアは別人であると言われています。そして、ここに出てくる死から復活したラザロはですね、マグダラのマリアの兄ではなくて、ベタニアのマリアの兄だということです。そこで、この、新約聖書に出ている、ここですね。マグダラのマリアがイエスの足に香油を塗り、自分の髪でそれを拭いたという、そういう箇所があるわけですけども、イエスの足に香油を塗り、自分の髪でそれを拭いたというのは、マグダラのマリアではなくて、ベタニアのマリアだったということになります。こうして、林博士のですね、シャマーシイエスとベタニアのマリアの結婚説がさらに裏付けられることになりました。繰り返します。ベタニアのマリアがイエスの足に香油を塗り、自分の髪でそれを拭いたというわけですね。この二人のただならぬ関係を皆さんにもこの文章の中に読み取っていただければ幸いです。シャマーシエスとベタニアのマリアは結婚していました。そしてレヌル斜塔の近くで結婚式を設けました。しかし、異難なマリアたちの追い打ちを受けてですね、そのあたりで殺害されます。そしてシャマーシエスの遺体はですね、大きな石棺に入れられ、それから 11.5 キロ離れたところにあるビュガラッシュ山に葬られたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Jesus, or Shamash Jesus and his 12 disciples, including Maria of Bethany, fled from persecution by Inanna Maria and John the Baptist to what is now named Rennes Chateau in southern France. At the Rennes Chateau, Jesus has his wedding ceremony with Maria of
ベタニー。イエス、つまりシャマーシュイエスと、そしてベタニアのマリアを含むその12人の弟子たちは、イナンナ・マリアとバプティストのヨハネの迫害から逃れて、南フランスの現在のレンヌル・シャトーあたりまで逃げてきました。そのレンヌル・シャトーでイエスはベタニアのマリアとの婚礼式を持ちます。その様子を表したのが、レオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされるあの最後の晩餐と題された絵画です。広瀬林、ハメメシティ・ジャパン、February the 22nd, 2023. But there, somewhere around Renner Chateau, Jesus was killed by three people, Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the Traitor. The proof is a painting titledThe Entombment, said to have been painted by Michelangelo Buonarroti. It goes with a saying that it is Judas the traitor who betrayed Jesus at the time and helped others murder Jesus. It is likely that Judas the traitor told Inanna Maria and John the Baptist the whereabouts of Jesus and Maria ofベタニがそこで、つまりレンヌル・シャトーあたりのどこかで、イエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダの3人によって殺害されます。その証拠がミケランジェロ・ブラヌティが描いたとされる埋葬と題された絵画です。その時イエスを裏切り、その殺害の手助けをしたのがユダであったということは言うまでもありません。おそらくユダがイエスとベタニアのマリアの居場所をイナンナ・マリアに教えたものと思われます。Jesus was murdered near Renner Chateau and hisSarcophagus containing his body was buried on Mount Bigarash about 12 kilometers from Renner Chateau. Evidence for this is the painting entitled The Entombment, said to have been painted by Michelangelo Buonarroti, and the painting titled The Arcadian Pastors, supposedly painted by Nicola Poussin.イエスはレンヌル・シャトーの近くで殺害され、その遺体の入った石棺は、そこから、つまりレンヌル・シャトーから12キロほど離れたブガラッシュ山に葬られます。その証拠がミケランジェロが描いたとされる埋葬と題された絵画と、ニコラ・プスさんが描いたとされるアルカディアの牧人と題された絵画ということになります。In this video, I, Hiroshi Hayashi, demonstrate my theory and prove it to be correct while proving that the scenery or panoramic view depicted in the painting titled The Last Supper, which is said to have been painted by Leonardo da Vinci, matches.The view from Renner Chateau. There is now still a church of Mary Magdalene in the corner of Renner Chateau, but it can't be Mary Magdalene's church. Naturally, it must be or should be the church of Mary of Bethany, wife of Jesus. Never be the church of Mary the Magdalene.Until the Middle Ages, Mary Magdalene and
Mary of Bethany were understood to be equated. That is why the church has come to be now called the Church of Mary Magdalene.この動画の中では、ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐と題された絵の中に表現されているパノラマ風景と、レンル斜塔からの風景が一致することを証明しながら、私、林浩司は私の説が正しいことを証明します。なお、そのレンル斜塔の一角には、今でもマグダラのマリア教会、マグダラのマリア教会が残っていますが、それがマグダラのマリア教会のはずはありません。当然のことながら、イエスの妻のベタニアのマリア教会、ベタニアのマリア教会ということになります。中世まではマグダラのマリアとベタニアのマリアは同一視されていました。それが現在、その教会がマグダラのマリア教会と呼ばれるようになった理由ということになります。
the Grail? Wondrous, but not explicitly holy, first appears in Percival, Le Comte du Graal, an unfinished romance written by Celestin de Troyes around 1190. Since then, the Holy Grail is a treasure that serves as an important motif in Arthurian literature. Different traditions describe it as a cup, dish, or stone with miraculous powers that provides eternal use or sustenance in infinite abundance, often in the custody of the Fisher King. The term Holy Grail is often used to denote an elusive object or goal that is sought after for its great significance. The Holy Grail has been featured in the movies such as The Da Vinci Code and Indy Jones, and it has captured the hearts of many people both now and in the past. So, where is the Holy Grail currently hidden? It is said that the most possible place where the Holy Grail is hidden is in a mountain of Rennes in Languedoc, France.1190年にチェレシアン・ドゥ・トロイという人によってそれが書かれて以来、聖杯伝説は現在の今も続いていますが、そうした伝説とは別に、聖杯といってもそれはただのカップであったとか皿もしくは石であったという説もありますが、聖杯は聖杯、その聖杯には永遠の若さを保つ力があるとされています。映画ダヴィンチコードやインディ・ジョーンズの中でも聖杯が取り上げられたこともあり、今も昔も多くの人々の心を捉えてやみません。で、その聖杯は現在どこに隠されているのかということで、その最も有力な場所はフランスのラングエドックのレンヌの山の中と言われています。広志林、ハメマシティ、ジャパン。
ここで皆さんに一つ注意して見ていただきたいことがあります。最後の晩餐ということになりますが、この晩餐はどこでなされているかということなんですけども、一つの手がかりとしてですね、窓を調べてみました。で、この窓がですね、異様にって言いますか、窓の壁ですよね。壁が異様に厚いのがここでわかります。まあ、奥行きがあるということですね。で、木のようなもので作ってあるということですね。レンガではないということです。で、その長さをですね、測ってみたわけですけども、一度プリントアウトしてですね、長さを測ってみました。何かこう、規格と言いますか、基準のようなものがあるのかなと思って調べてみたわけですけども、窓と窓の幅はですね、7.1 という数字が出てきていますけども、その規格のようなものがないということですね。ほぼ自由に、まあ、その窓が決められているということになるわけです。まあ、日本的な窓の作り方とは大きく違うということですけども、この基準を見ながらですね、まあ、この窓を見ながらですね、レンヌルシャトーの街の中を歩いてみることにしました。左上の写真と比較しながらですね、レンヌルシャトーの街を見ていただきたいんですけども、家々の窓がですね、まあ、日本的で、日本で言うような規格のようなものがないということですね。まあ、自由に大きさを決めているということです。位置も自由なようですね。はい。というところからですね、まあ、つまり、この点から見てもですね、つまり左の上のですね、最後の晩餐のなされた部屋とですね、監視ってますが、大変よく似ているということです。そして、窓枠があってですね、その窓枠の、まあ、外から見るとですね、なんて言いますか、壁が厚いと言いますかね、その壁の厚さがですね、まあ、わかるわけですね、こうした写真から見てもですね。そして、その左上のですね、最後の晩餐に表現されている窓と比較してみるとですね、雰囲気と言いますか、感じがですね、大変よく似ているのがわかります。まあ、自由に窓の位置、大きさを決めているということではないでしょうか。まあ、日本ではこういう窓の作り方はしないもんですからね。私は気になりました。で、右のこの窓もそうですね。漢字が大変よく似ているということです。右端のね、家の窓を見てください。白い家ですね。で、その、一応レンガのようなもので作ってあるんですけども、窓枠のところ、右下なんかはですね、まあこれは現代風にそういうふうに作ってあるのかもしれませんけども、漢字がですね、最後の晩餐の部屋の様子と大変よく似ているということです。そしてこの窓枠の厚い壁をですね、斜めに行ってますかね、作ってあるような感じもします。そうした雰囲気がですね、大変よく似ているということです。そんなところに注意して、まあ、見ていただきたいんですけども、まあ、だからといってですね、左上のその最後の晩餐のなされた部屋がですね、レンヌルシャトーのどこかとは断言できませんけどもね、まあ、世界中にこの窓に似た窓というのはいくらでもありますからね、しかし、なんといっても、聖杯伝説のレンヌルシャトーで、ということですね、大変気になるのも事実です。まあ、この家なんかもですね、窓はほとんど、って言いますか、規格がない状態で、自由に大きさを決め、自由に、まあ、位置を決めている感じがします。右上と左下の窓を比較してみても、それがわかるということですね。まあ、こんな点からもですね、最後の晩餐がなされた場所はですね、このレンヌルシャトーのどこかではないかと、私はますます考えるようになったといいますか、そのような印象をますます強く持ちました。で、距離についても確認しておきたいと思いますけども、左上がレンヌルシャトーです。まあ、聖杯伝説の残る村ということになりますかね。で、右下がですね、ビュガラッシュ、つまり、イエスが葬られたのではないかと私は考えている山ということになります。
À ceux qui vivent en France, je veux savoir où se trouvent les montagnes sur ces peintures et sur les photos. Je sais que c'est une montagne autour de Rennes en Languedoc, France. C'est la montagne qui apparaît dans la légende du Saint Graal. Cependant, l'emplacement, la latitude et la longitude de la montagne ne peuvent pas être spécifiés. Si quelqu'un connaît l'emplacement, merci de me le faire savoir. Merci de votre collaboration, Hiroshi Hayashi. To those who live in France, I want to know where the mountains in these paintings and in the pictures are. I know that it is a mountain somewhere around Rennes in Languedoc, France.It is a mountain that appears in the legend of the Holy Grail. However, the location, latitude and longitude of the mountain cannot be specified. If anyone knows the location, please let me know. Thank you for your cooperation. フランスに住んでおられる方へ、私はこの絵画および写真の中にある山がどこにある山か知りたいと願っています。フランスのランウェドックにあるレンヌの周辺にある山ということまでは分かっています。それは聖杯伝説に出てくる山ですが、その山の場所、緯度経度が特定できません。もしその場所をご存知の方がいらっしゃれば、どうか教えてください。あなたのご協力に感謝します。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings,is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail. Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego, orThe Arcadian Pastors is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene with idealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdessgathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚が、ニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に描かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ここまでのところをもう一度最初から画面を見ながら説明します。ニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺、棺桶が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想って言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プッサンの描いた
アルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。前その絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、その Et in Arcadia ego をですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャトーの謎という本です。ダヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。で、そのレンヌ・ル・シャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌル・シャトーとレンヌル・シャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌル・シャトーへ案内します。ただレンヌの町は特定できましたけども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。で、こうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画は、ミケランジェロ・ブラヌッティが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ブラヌッティはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・プッサンはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。
As a result, some members of the group had taken to living on or near the mountain, and the Independent reported that up to 100,000 people might have been planning a trip prior to the believed apocalypse date. The mayor of the nearest town, Bugarashu, said that over 20,000 visitors have arrived between January and July 2011, a significant increase over previous years.その結果として、その山あるいはその山の近くに住む人たちが現れるようになりました。インディペンデント新聞によれば、およそ10万人の人たちがハルマゲドンの前にその山から旅立つことを計画し、その山に集まったそうです。そこでその山の近くのビュガリッシュの町を、その前の年の2011年から1月から7月までだけに2万人の人が訪れたと言います。広瀬林、浜松市、ジャパン、February the 2nd, 2023。とうとう、その山がどこにあるかわかりました。フランス在住の中村さんという方からこんなコメントが届きました。林博士様へ、あなたが探しておられる山はレンヌル斜塔ではありません。ビュガラッシュ山です、と。で、私が探していた山というのはですね、ニコラ・プーさんの書いたアルカディアの牧人たちと題された絵の中に書かれている山ということになります。プーさんのアルカディアの牧人たちの背景には奇妙な山が描かれています。上の絵がその山ということになります。そしてその下にイエスが収められている石棺が表現されています。この絵はただの絵ではありません。その当時の人たちが絶対に知る由もなかった事実がこの絵の中に隠されています。というようなところからですね、この山とイエスの、つまり死、石棺と関係があると判断しました。そこでこの山探しをしたわけですけども、この山がどこにあるかわかりませんでした。ところがフランス在住のですね、中村さんという方からですね、コメントが届きました。私が探している山はこの山だというのです。そしてその山の名前はですね、ビュガリッシュ山と言います。となると、この山のこの近くにイエスが眠っている、あるいはイエスの石棺が収められているということになります。なぜそのように私がここで断言するかについてはもう少し後で説明します。まずこの山についての謎について皆さんに話しておきたいと思います。大変奇妙な地形から、その山はエイリアンの宇宙船があると広く信じられている山がフランスのビュガラッシュ山です。地元の人たちによっても、超神秘の山とも呼ばれています。で、マヤのカレンダーが終わると言われていたあの頃のことですけども、こんなことがありました。2012年12月21日のことですが、その日、エイリアンがその山に現れ、そこに集まった人たちを救出するという噂が出ました。その結果として、その山、つまりビュガリッシュ山、あるいはその山の近くに住む人たちが現れるようになりました。
インディペンダント新聞によれば、およそ10万人の人たちがハルマゲドンの前にその山から旅立つことを計画し、その山に集まったというのです。そこで近くのビガリッシュの町を、その前の年の2011年の1月から7月までだけに2万人の人が訪れたと言います。そして多くの人たちが奇妙な宗教的儀式を始めるようになりました。そこでフランス議会の委員会は何かの秘密の儀式が集団自殺、もしくは何か深刻な問題を起こすのではないかと心配しました。そしてフランス警察はその山へのアクセスを遮断するという行動に出ました。2011年のことです。話を先に進める前に画面を見ながら説明します。右下の絵がですね、ニコラ・プーさんが1639年に描いたアルカディアの牧人たちと題された絵です。が、これはただの絵ではありません。ということなんですけども、まあ、ミケランジェロの時代から見てですね、ちょうど100年後の絵ということになります。で、この絵の中にですね、右からベタニオのマリア、そして牧人たちが描かれています。そして中央にですね、大きな石棺が描かれています。この石棺の中にですね、亡きイエスと言いますか、ベタニオのマリアの夫のシャマーシュイエスが収められているということになります。で、その後ろにですね、背景、今ちょうど白い枠で囲みましたけれども、この山が描かれているわけですよね。この山はどこかということなんですよね。で、その石棺と全く同じ形の石棺をですね、ミケランジェロが埋葬の絵の中に白抜きで描いています。白抜き、わざと白抜きにして未完成の大作に見せかけながら、この白抜きに極めて重大な意味が隠されているということをですね、まあ、1500年後のカイン・キリストはこの絵を通して示したということになりますが、そのミケランジェロが描いたと言われている埋葬の絵の中の石棺と、それからニコラ・プスさんがアルカディアの牧人の中に描いたその石棺の形がですね、全く同じだということです。で、この右の絵がですね、これが埋葬の絵なんですけども、今赤枠で囲ったところにもう一度注意してください。ここに石棺が描かれています。そして、ここに二人の人物がその石棺を取り囲んで立っているのがわかります。で、その形と全く同じ形のですね、まあ石棺をですね、それから100年後にニコラ・プスさんがアルカディアの牧人の中に描いているということです。つまりこの石棺の中にはですね、マリア、それから、まあ、バプティスのヨハネ、そして裏切り者のユダの3人によって殺されたシャマーシュイエスが収められているということになります。その絵の背景にですね、まあ、奇妙なとんがり帽子のような山が描かれています。で、この山をですね、私は、まあ、流れからしてですね、レヌルシャトーの山ではないかと考えていたわけですけども、それに対してですね、中村さんという方がですね、これはレヌルシャトーの山ではありませんと。つまりは、まあ、先ほどから証明、話していますね。ビュガリッシュの山だというわけです。そこで調べてみましたら、ピタリと形が一致したということになります。が、それだけではなくてですね、このビュガリッシュの街を調べてみたらですね、先ほど紹介しましたような奇妙な噂が出てですね、大騒動になっていたということがわかりました。これは偶然の一致なのでしょうか、それとも偶然の一致と片付けてしまって良いものでしょうかということで、ニコラ・プーさんのアルカディアの牧師についての謎の動画をこの後につなげておきます。長い謎解きの旅でしたが、イエスが眠る山としては、私が調べた範囲では、この山がですね、最もその可能性の高い山ということになるのではないでしょうか。
水深。このあたりはヨーロッパではかなり有名で、毎年たくさんの方がいらっしゃいます。またいろんなリサーチも行われて、本もたくさん出版されています。レンヌル諸島にあるマグダラのマリア教会の中にも数々の秘密が隠されていて、いろんな解釈もなされています。実は私はフランス語を勉強していた時に、実習生としてレンヌル諸島で少し働いたことがあり、いろいろ教えていただきました。教会の秘密を守り続けた神父さんの周りで何人もの殺人事件がありました。マグダラのマリアの洞窟や洗礼をしたと言われている聖水や地元に語り継がれてきた話もあります。ブグラッシュ山は表面と内側が逆転されていると言われています。表面に古い地層が現れているそうです。またブグラッシュ山は見る角度によってはダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵画に似たようにも見えると言われています。また近くにノストラダムスの実家がある村もあります。アレット・レバンという村です。私もなぜかこの土地に引き寄せられて引っ越して住むことになりました。この辺りはカタリ派の人たちが住んでいた地域でもあります。まだ日本にはそれほど知られていませんが、これからますます知られていくのではないでしょうか。日本にいた時にたまたま手にした本にこの辺りのミステリーが書いてあるものがありました。その本をここに添付しておきます。何かの参考になれば。中村さんより2023年2月2日。The painting introduced here is a painting called The Arcadian Pastels, drawn by Nicolas Poussin. So, in this painting, a big sarcophagus is drawn, and on the surface it says, I am also in Arcadia in Latin. Arcadia refers to the utopia after death, but I just reckon thatThe woman standing in front of the sarcophagus is Shama Jesus' wife, Maria of Bethany, who stares at the character with a gentle face. So, I am just thinking. Then I'll tell you why, but first, note that the woman has a very gentle look in front of the sarcophagus. Next,This woman may be, most possibly, a pregnant woman, judging from her physical condition. But why does this woman look so calm and gentle when she sees the face
I am also in Arcadia. And why is she a pregnant woman? Accumulating these facts, I still think that this woman is Maria of Bethany, wife of Shamash Jesus. Before I talk about why, please watch the following video about the painting of the Arcadian pastors. After that following video, let's think about the mystery again. ここに紹介する絵画はニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。で、この絵画には中央に大きな石棺が描かれ、その表面にはラテン語で私もまたアルカディアにいますと書いてあるそうです。アルカディアというのは死後の理想郷を言いますが、私林博士はその石棺の前に立ち、穏やかな顔でその文字を見つめているのはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。それについてはこれからその理由を話しますが、まずその女性がその石棺を前にして大変穏やかな表情であることに注意してください。次にこの女性は体つきからして妊婦ではないかということですが、なぜこの女性は私もまたアルカディアにいますという文言を見てかくも穏やかな表情をしているのか、そしてなぜその女性は妊婦、つまり妊娠中の女性なのか、こうした事実を積み重ねていくと、私はやはりこの女性はベタニアのマリア、ベタニアのマリアだと思います。その理由を話す前に次の動画をどうかご覧になってください。その動画の後にもう一度この謎について考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。少し込み入った話になりますので、最初からもう一度画面を見ながら説明します。ニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。大変謎めいた絵画です。それについては続く動画の中で説明しますが、この絵の中に描かれている今キー枠で囲った女性が誰かということなんですね。で、この石棺の中にはイエス・キリストの、亡骸が入っているということです。で、私はですね、この女性は妊婦であると判断しました。第1期か第3期までの妊婦ということになりますが、第2期の妊婦と、体型が大変よく似ているということです。お腹がぽってりと大きく膨らんでいる点に注意してください。で、私は右の女性はですね、妊婦と判断しました。第2期前後の妊婦ということになるわけですね。で、なぜこんなところに妊婦が描かれているかですけども、この女性の顔をよく見てください。大変穏やかで優しい顔つきをしています。で、その石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと書いてあるというのです。で、それを見てこの女性が穏やかで優しそうな、言ってますか、優しい顔つきをしているということなんですね。で、私はこの女性はシャマーシエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。その理由を話す前にですね、続く動画をどうか見ていただきたいんですけども、その前にですね、前提としてこんなことを話しておかねばなりません。で、今この画像を小さくしましたが、左にミケランジェロが描いた埋葬ですよね。その埋葬の中に描かれているベタニアのマリア、そして右がですね、ミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像ですけども、
ここに表現されているのはベタニアのマリアとシャマーシイエスということを証明してきました。となるとその間にですね、ベタニアのマリアとそれからシャマーシイエスの間にできた子供ユダを置いてみるとですね、こうして、まあ、この4者がですね一連性を持ってつながっているということです。1,2,3,4 の順で見てください。埋葬の中のベタニアのマリア、 ペーター像の中のベタニアのマリアですね。そして3番目が、アルカディアの牧人たちの中のその女性、そして4番目がですねミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像 Holy Family ということになります。でこうして並べてみるとですね、3番目の絵がですねしっくりと順に並ぶということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますが、ベタニアのマリアはですね夫シャマーシュイエスの石棺の前でですね、その石棺に書かれている私もアルカディアにいますよという文言を見てですね、ほっとしたような安堵感に包まれているということではないかなということになります。ではどうか続く動画をご覧になってください。この動画が終わったらもう一度この画面に戻ります。The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings, is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail.Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego or The Arcadian Pastors is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene withidealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に書かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広志林、浜松市、ジャパン。
ここまでのところをもう一度最初から説明します。ニコラ・プスさんが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想って言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プスさんの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。埋葬の絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけれども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、そのエク・イン・アルカディア・エゴをですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャドウの謎という本です。ダヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。で、そのレンヌ・ル・シャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌ・ル・シャトーとレンヌ・ル・シャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌ・ル・シャトーへ案内します。このレンヌル・シャトーで注意しなければならないことはですね、西からですね、ガラパンダルの奇跡のガラパンダル、それからアンボトの山ですね、マリアが住んでいたと言われているアンボトの山、そしてルルドと一直線上に、90度で東へ向かいますとフロレンスにいるわけですけども、レンヌル・シャトーはその進捗線上にある、ほぼ進捗線上にあるということですね。で、今星印をつけたところがレンヌル・シャトーです。で、そのレンヌル・シャトーから180キロ離れたところにサント・マリード・ラメールというところがあります。サント・マリード・ラメールです。ここがですね、大変重要な意味を持つ地名ということになります。なぜならばここまではですね、ベタニアのマリアが来ているわけです。イスラエルからですね、シャマシ・イエス・ナキアと
ここまで足を運んでいるということです。簡単におさらいしておくとですね、イエスはある時マルタの家に逗留するわけですけども、そこでまあベタニアのマリア、その妹のマリアと知り合ったということになります。左がですねマルタ、そして右下にいるのがベタニアのマリアということになります。まあ、こういう関係であったということですね。でこれはハロルド・コッピングという人が描いた絵なんですけども、まあ、この絵に表現されているイエス、シャマーシエスとベタニアのマリアの、まあ、関係というのはですね、この一枚の絵でまあ表現出ますか、私たちは知ることができるんじゃないかと思います。でそのベタニアのマリアがですね、実は、まあ、このイエス亡き後ということになるわけですけども、そのまあ布教のためか、あるいは遺骨を持ってということになるわけですけども、フランスまで向かったということです。そのことをですね、ウィキペディアは次のように書いています。また南途中からですけども、南フランスの伝承では、姉妹マルタ、マリアとともにサント・マリード・ラ・メールにたどり着き、その後マルセイユの地で布教に励んだというと。でこの部分を大きく拡大してみますと、2021年、ここが重要ですね、カトリック教会はラザロをマリアとともにマルタの記念日である7月29日に加え、一般典礼で祝うことを発表、実際にその祝いを行った、施行したということですね。つまりここで書いてあるマリアというのはですね、聖母マリアでもなければマグダラのマリアでもない、ベタニアのマリアということになるということです。そしてシャマーシュイエスの妻のですね、ベタニアのマリアはですね、レンヌルシャトーの、まあ、近くですよね、180キロのところまで来ていたという記録が残っているということです。そしてラザロというのはですね、ベタニアのマリアの兄にあたると考えられますけれども、そのラザロはイエスの親友でもあったわけですけれども、まあ、ある日イエスが行ってみるとですね、ラザロは死んで、まあ、4日経っていたというわけですね。そこでイエスはラザロをですね、復活させます、生き返らせるわけですよね。まあ、その様子はですね、多くの画家たちがですね、まあ、ラザロの復活と題して、まあ、このような絵を描いています。それほどまでに重要なイエスにとってはですね、まあ、つまりシャマーシュイエスにとっては重要な親友、人であったということになるわけです。その妹がベタニアのマリアということになります。まあ、そういう関係からしてもですね、シャマーシュイエス亡き後ですね、フランス東北はるばるとね、フランスまで行って布教したとしてもおかしくないということになるのではないでしょうか。そんなことも頭に入れながらですね、話をこれから続けてみたいと思います。ただレンヌの町は特定できましたけども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、まあ、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。まあ、それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。でこうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画は、ミケランジェロ・ボナルティが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ボナルティはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・
プッさんはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。で、結論ということになります。ニコラス・プーさんの書いたアルカディアの牧人たちという絵画です。その中央には石棺が描かれ、そしてその地平線にはですね、山が描かれているわけですけども、つまりミケランジェロの描いた埋葬の絵と、それからこの絵の類似性からしてですね、連続性がある。と私は判断しました。あるいはその上の同一の画家が描いた絵の可能性が極めて高い絵ということになります。まあいろいろ言われてますけども、私は右の人物は妊娠している女性だと判断しました。まあ妊娠中期の女性ということになります。となると石棺を前にしてですね、なぜこの女性は描くも穏やかで優しい顔をしているかということです。そしてその石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと、まあそれに書いてあるわけです。その文字を見てですね、文言を見て、この女性が優しい顔をしている、もっと言えばですね、安心した顔をしているということです。つまりこの石棺にいる人物を思いやってですね、この女性はそうですか、よかったですねというような雰囲気で、まあ、その石棺にいる、まあ、イエスということになるわけですけども、優しく見守っているということになるわけです。となるとこの女性は誰かということですけども、石棺のそばにいる、しかもイエスの亡骸の入った石棺のそばにいるということからですね、私はベタニアのマリアであると判断しました。でこの時ベタニアのマリアはですね、妊娠していたということになります。つまりベタニアのマリアはですね、シャマーシュイエスとの間の子供を身ごもっていたということになるわけです。そこでもう一度埋葬の絵と並べて考えてください。左がですね、埋葬です。そして一番この絵の右に描かれている若い女性がベタニアのマリアです。それも別のところで証明しました。そして右がですね、ピエタ像です。ベタニアのマリアがですね、亡き夫シャマーシュイエスを抱いている絵ということになります。そして左から2番目が聖母子像です。ベタニアのマリアがですね、まあ、イエス、シャマーシュイエスとの間にできた子供、名前をユダと言いますけども、ユダと一緒に、まあ、彫刻されているということになります。こうして4つの作品をですね、1、2、3、4と順に並べてみるとですね、1、ベタニアのマリアですね、2、まあ、殺されて、そのシャマーシュイエスを抱いている。3番、石棺に入れる。そして4番目、その子供が生まれてベタニアのマリアの前にいるということになります。連続性がこれでつながったと言いますかね、連続的につながっているということです。で3番目の絵をですね、どういう位置づけに置くかというとですね、つまりは亡き夫
魂イエスをですね石棺に入れて、そしてその石棺に現れたといいますか、書かれた文言、私もアルカディアにいますよ、まあ、この石棺のあるあたりをですねアルカディアと呼ばれていたそうですけども、アルカディアにいますよという文言を見てですねほっとしている絵ということになる、なるわけです。となるとこの女性はですね流れから考えてベタニアのマリア以外には考えられないということになるのではないでしょうか。この穏やかで優しい顔に皆さんもう一度注意してください。なぜこのような穏やかで優しい顔をしているかということですね。これがこの動画の結論ということになります。